なのこの痛み。抵抗ペンギン。世界で最も強い痛みは。カラーうま。最近いつもそのカレーだな。うん。ここっちの6からほうれん草カレー、トッピングもほうれん草だよ。うん。辛い。水も飲んだ方がいいぞ。もう分かってないな。水なんて飲んだらこの美味しさが半減しちゃうでしょ。これだからにわかは困るんだよ。何その上から目線。あ、最高に美味しい。シャチ、飯は食わないのか。はい、自分はいいです。元気ないな。午前中も仕事はかどっていなかったが、何か悩みでもあるのか。俺でよかったら話を聞くぞ。先輩、実は自分虫歯なんです。痛みのせいで仕事に集中できなくて、ご飯も食べられなくて。そうだったのか、辛いな。何言ってるの。たかが虫歯でしょ。それで仕事がおろそかになるなんて社会人舐めてるんじゃないの。それお前が言えること。とにかく言い訳なんてみっともないよ。お前な、少しはシャチの痛みや辛さを理解してやれ。わかんないよ、そんな低俗の悩みなんて。お前そんな高尚なキャラだった。痛みが増してきました。大丈夫か。今日はもう早退しろ。上司には俺が話しておくから。虫歯ごときで早退するなんて甘えだよ。それでも社畜なの。おいパンダ、いい加減に。パンダさんの言う通りです。この痛みに耐えて働きます。社畜。それに自分歯医者が苦手なんです。だからこのまま耐えてやり過ごします。放っておくと悪化するぞ。気を紛らわしたいので、何か痛い話をしてもらえませんか。虫歯より痛い話を聞けば少しはこの痛みも紛れると思って。話してやるから、仕事が終わったらちゃんと歯医者に行くんだぞ。それは。へえ、面白そうだから僕も聞いてやるかな。今日はいつも以上にうざけらを貫く日なんだな。お前このカレーのほうれん草みたいにマシマシタッピングってね。あっそう。群発頭痛。まず一つ目は群発頭痛だ。しょっぱなからただの頭痛。もっとすごい病気とかじゃないの。群発頭痛は別名じ頭痛とも呼ばれている。あまりの痛みに自ら命を絶ってしまう人もいるんだ。怖いですね。しかもこの病気にはまだまだ不明な点が多い。残念ながら治療法や防ぎ方も発見されていないんだ。本当に全く分かってないの。最近では目の後ろの動脈が拡張するせいだとか、体内時計が関係しているなどの説があるらしいな。まだまだ研究の最中なんですね。患者の話によれば、目玉をスプーンでくり抜かれるような痛みらしい。僕も毎日目の奥が痛くなるんだけど、もしかして群発頭痛じゃない。お前の場合はスマホのやりすぎ。心筋梗塞。二つ目は心筋梗塞だ。ああ、心臓が痛くなるやつですね。心筋梗塞には放散痛といって、痛みが背中や顎に出ることもあるんだ。トリッキーすぎない。その痛みは胸をえぐられるような、または焼けた金属を胸に突っ込まれたようなものらしい。ああ、想像しただけで震えが止まりません。カレーが口から出そう。日本人の死因で多いのは癌、心疾患、脳卒中だ。心筋梗塞はこの中の心疾患に含まれる。誰がなってもおかしくない病気と言えるだろう。激痛を味わいながら死ぬなんて絶対になりたくないです。そんなの嫌だよ。それ防ぐ方法はないの。塩分の摂取を控える、動物性脂肪を避ける、ミネラルや食物繊維を摂取するなど、バランスの良い食事を心がけること。なんだ、ほうれん草カレーを食べまくってる僕なら平気そう。全然平気じゃないぞ。バランスを考えろって言ってるだろう。食事だけ気をつけていればいいんですか。あとは軽い運動を日常的に行うことも必要だ。なるほどです。運動か。まあ僕には関係ないね。尿路結石。三つ目は尿路結石だ。尿路結石は尿が通る尿路の部分に不純物がたまり、石になって詰まってしまう病気だ。石ができる場所によって呼び方が違うんですね。体の中に石ってどんなの。こういう石だ。なんだか宝石とか結晶みたい。綺麗だね。そうですか。
トゲトゲして見るからに痛そうですよ。実際はトゲが原因ではなく、腎臓に尿を逆流させてしまうのが痛みの原因だがな。この石が尿をせき止めちゃうってことですね。そうだ。と、今まで話した3つは世界三大激痛と言われている。絶対に味わいたくないです。それから女性特有だが、出産の痛みも相当な激痛だそうだ。鼻からスイカが出るって表現されてるやつだ。男の人は耐えられないってよく言いますよね。でもそもそも男が体験することはできないから、僕たちには一生縁のない痛みだね。最近では機械を使って男でも出産の痛みを味わうことができるらしいぞ。そうなんですか。あまりの痛みにのたうち回り、ベッドから落下したりギブアップする人も多いらしい。実際の出産ではギブアップなんてできないですし、女の人はすごいですね。なあ、改めて母親に感謝だな。昼休憩終わっちゃった。よし、仕事に戻るか。ペンパイのおかげでかなり気が紛れました。そうか、それは良かった。だが無理はするなよ。はい、ありがとうございますペンパイ。話聞くだけで気が紛れる程度なんだ。そもそも大げさだったんじゃない？そうやってうまくサボるつもりで。どうした？なんか急に脇腹が痛い。大丈夫ですか？何これ、今まで感じたことのないよ痛みだよ。先輩、パンダさんどうしちゃったんでしょうか？もしかしたらさっき話した尿路結石じゃないか。え、なんでそう思うんですか？ここ最近パンダはずっとほうれん草カレーを食べていた。ほうれん草に含まれるシュウ酸は尿路結石の原因になるんだ。それにずっと座りっぱなしで水も飲んでいなかった。水分を取らないと尿が濃縮されて結石ができやすくなるんだ。痛い。ねえペンギン、冷静に解説してないで助けてよ。痛いんだよ。ペンギン、さっきお前はシャチに散々ひどいことを言ってたな。それは自分が体感している痛みというのは確かに他人にはわからない。でも他人の痛みを理解しようとしないのに自分だけ理解してほしいというのは都合がいいと思わないか？シャチくん、さっきはごめんね。そんな、気にしないでください。救急車を呼ぼう。もしもし、はい、某企画までお願いします。ありがとう、ペンギン。救急車が来るまでこの痛みに耐えればきっとすぐに楽になる。残念だがそれは違うぞパンダ。尿路結石の治療方法は基本的に自然排出を待つことのみだから、血跡が出るまではその痛みに耐えるしかないんだ。え、嘘でしょ？嘘じゃないぞ、頑張れパンダ。自分決めました。どうしたシャチ？痛みに耐えるパンダさんを見て勇気が出たんです。今日歯医者行ってきます。おお、偉いぞ。無事に終わるように応援してるからな。先輩のその言葉があれば自分頑張れます。どうした？ちゃんと治療を終えたらご褒美に一口だけいいでしょうか？それはダメだ。冗談ですよ。冗談には見えなかったぞ、まったく。じゃあ二人とも僕のこと無視して楽しそうにしないで。痛いよ。え、何これ、手抜き？違うよ、次回はこういう動画らしいよ。え、画面ずっとこれなの？次回無になるとどうなるのか。ネタ切れってレベルじゃないぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。